皆さんこんにちは、レクセン2講師の雲野です。それでは、本日は司法書士試験の、タイトルがすごいんですが、雲野講師の駆け込み寺、全然解けないと気づいた人こそ勝機あり、ファイナル編を受けた後に聞きたい公開講座ということで、ファイナル答練を今皆さんまさに受けていらっしゃるかと思います。このファイナル答練を受けた感想によってですね、皆さん今後の勉強というものをいろいろ考えていくと思うんですが、特に初学者の方、いわゆる今年が1回目の受験の方ですとか、1回目ではなくとも、まあ、実質的にはこう今年本当に命をかけてですね、受験をしようという、まあ、そういった方にとってはですね、このファイナル答練の成績というのはあまり芳しくないという方も多いんじゃないかと思います。そこで、心が折れそうになっている皆さんのためにですね、今何をやるべきで、そしてそもそも今のこの成績から、今年の7月4日の本試験合格を目指すことが、可能なのか、そういったことをお話をしていこうと思います。今日レジュメが出ております。レジュメ表紙ページを除きまして全、7ページのものということになっているんですが、こちらを使いまして、皆さんに、今の時期だからこそお伝えしたい、アドバイスをさせていただきたいと思います。対象となるのはファイナル答練で例えば27点以上を取ってらっしゃるような、ある程度成績がですね、伸びてきていられるよう、伸びていらっしゃるような方にはこのガイダンスというのは全く響かないでしょうし、おすすめしません。むしろその20点台にいかなかったというようなですね、初学者の方でしたり、まあ、20点はいったけれども20点の前半で、とてもじゃないけれどもこれで30点を目指したいというですね、希望的な数値の前に、まあ、絶望的になっているような、そういったまあ勉強経験者、学習経験者の方に聞いていただきたいと思います。ですから27点以上取ってらっしゃるような、ある程度こう成績優秀者の方にはこのガイダンスは本当響きませんし、むしろ害になります。害になりますから、そこは聞かないでいただきたいと思います。ちょっとこれは対象者を選ぶメッセージになっていきますから、私もそのアドバイスはですね、やっぱり皆さんの置かれている状況に応じて、判断をしていきたいんですね。ですからちょっと自分はこの対象者じゃなさそうだぞと思ったのであればね、この直前期の貴重な時期ですから無理に聞こうとせずにですね、むしろご自分の本日の課題をこなしていただいた方がよろしいかと思います。さあ、それではファイナル答練、を受けた後に聞きたい公開講座ということで、レジュメの1ページをどうぞご覧になっていただきたいと思います。さあ、レジュメの1ページなんですけれども、こちらのファイナル答練の成績と合格との相関関係というですね、そういった図が出てまいりました。でこちらですね、まず一発合格するような受験生、まあ、一発合格というのは純粋に初級講座を受け終わってすぐに7月を迎えるというですね、方を指していくわけなんですけれども、一発合格ではなくともですね、例えば他社さんで勉強してきたけれども思うように目が伸びずマレックに来られたですとか、または実質的には3回目だけれども過去2年間はさほど真剣に勉強していなかった、自分が実は命かけてこの試験に向き合おうというふうに決心して勉強してから実際には今回の7月が初めてだというような方もこちらに入っていくと思ってください。ですから実質的に1回目の受験ということにこだわる必要はありません。むしろ本当に命をかけて、自分がもう全力をかけてこの試験に向き合おうと決めてから、初めての本試験が今年の7月4日であるという方を指していくとお考えください。さあ、この方たち、実は今4月から、一月流れましてこの5月以降ということになっているわけなんですが、全国公開の、まあ、1回目がちょうど今ですね、受験、終わったような時期だということになります。でこの全国公開の1回目のですね、までのところのファイナル答練、もちろん今回はファイナル答練は全国公開の2回目までの間もファイナル答練が、含まれているので、ちょっとごめんなさい、ここ本当はこうだね、こうだね、ごめんなさい、なんかちょっと短かったね、ファイナル答練がこの全国公開2回目までごめんなさい入ってくるということではあるんですが、
この時期というのは、まあ合格レベルがここだとすると、正直合格レベルに箸にも棒にもかかってないというようなレベルからのスタートだということになります。これが毎年の一発合格の方の、実情現状なんです。で、全国公開の2回目の段階でも例えば D 判定 ABCD D D というのをちょっと言いにくいので D と言いますと D 判定、場合によっては E 判定からのスタートというか一発合格者もいらっしゃいます。そういったところからでもそこで諦めることなくですね、今回はファイナルトレン後の勉強を続けていきまして、でスーパー公開の1回目を迎えますと、あれちょっと伸びてきたかな、まあそれでも D が C になるというようなぐらいの、まあ微増というかね、少し上がったというぐらいだというふうに思うんですが、それでも上がっていくというですね、状態にはなっていくと思います。でそして、その後、ここに書いてないんですがスーパー2回目のところで今度そのC が B になるか、または逆に C 判定のままスーパー1回目と横ばいになるか、それは人にもよるんですけれども、それでもですね A ですとか S 判定なんていうのはまだまだ遠い先というような状況に、あることは間違いないと思います。ところがそのスーパー公開が全て終わってから、そこからなんですよ、全てそこ終わってからですね、本試験までの間に、もちろん自分の実力を試すものがございません。もうその時期には模試がないですから自分の実力を試すようなことはできないんですが、そこから、自分の中でこう何かが弾けるような、そして何かが、変わるようなですね、もう不思議な感覚が出てくるということを表現する方もいらっしゃいます。もう自分が昨日より今日、今日より明日、確実にこう実力が上がっていくっていうことがこう自分自身の中で手に取るように分かる、そういった変化を迎えていくと思うんです。でそういった変化をですね、迎えていってでももちろん模試がないですからそれを数値化するものがない、数値化するものはないけれども確実に自分の中で何かが変わってるという、ね、すごいワクワクする、もう本当に言葉として表現するとワクワクというのが一番ぴったりくるんじゃないかと思います。私も1回で受かってますけれども、その1回で受かったその試験の本当に1週間前2週間前というのは、実は早く試験を受けたい、ね、という気持ちになっていたんですね。なんかこう自分の今の実力を試したい、外に出したい、で、試験を受けてみたい、それまでは試験が来るのを非常に怖がっていたにもかかわらず非常にその試験、やってやろうじゃないかっていう気持ちになってきたのが本試験の2週間以上2週間前か2週間前というような形なんです。でそこからですね、多分私の成績も直前2週間でものすごく伸びていたんだと思います。そして、本試験当日、前日私は実は一睡もできなかったタイプなんですが、一睡もできなく緊張しまくってた割には当日ですね、ある意味なんか達観した思いでもって当日を迎えた記憶があります。ここまでやったんだから、ね、もう自分の力を出せるだけ出してみよう、もう試験は最大のデトックス、当時はデトックスなんて言葉知らなかったんですけども、それでも今にして思えば今まで溜め込んだものを全部出してやろう、ね、もう全部出してそれでもう、ね、どこまでいけるかを試してやろうという気持ちで臨んだ思いがあります。ですから多分私はまさにこのスーパー公開模試が終わってからこの本試験までの2週間の間にこうぐーっと伸びてたんでしょうね。で本当に本試験の当日と私の実力のピークを、合わせることができた。でそれは初級生の方についてはそのピークを7月4日に合わせるということはさほど難しいことではないんです。むしろ、ピークを合わせるためのですね勉強をして本当にうまくなんていうんでしょう、ピークを合わせようというテクニック的なことを取らずともですね、そもそも時間的に余裕がないので、がむしゃらにやっていくことが結果的には自分のピークを7月4日に合わせるということにつながっていくということになろうかと思います。で一発合格する受講生というのは本当にですね、ですから、直前期まで読めないし分からないし、どうなるかどう転ぶかは本当に、その日7月4日を迎えてみないと分からないと。だからこそ今この全国公開の時期にですよ、皆さんが敵前逃亡してほしくないんです。まだまだその決着はつける時期ではないし、そのこれからどう転ぶかっていうのをね、ぜひ見届けてほしいんです。
そんなに私が言うんだったら、ね、そんなに講師が言うんだったらそれ本当かどうか見届けてやろうじゃないかぐらいのつもりでいてほしい、それをですね見届けた上でぜひ話違うじゃないかっていう文句等であれば、こう甘んじて私も受け入れますし、お付き合いいたします。ですからまずはですねご自分の身にこの後7月4日までの間にどういう変化が起こるのかということをですね確かめるためにもですね敵前逃亡、つまり試験から逃げるということはしないでほしいなというふうに思っております。そして、もしこの今これを聞いてくださっている方の中にですね成績のいい方は聞かなくていいよってさっき言ったのでもう聞いてないと思うんですから言っちゃいますと、今この全国公開の時期にですよある程度いい点を取ってる人はじゃあどういうふうに推移していくかということをじゃあ申し上げていきますと、この全国公開の時期に S 判定取ってるような人の 75% は実は本試験で落ちます。で、今落ちますとか言ってこんな強調して言うのも講師としてどうかと思うんですが、それはデータから表されていることなんです。全国公開の1回目で S 判定取った人とその年の7月の本試験の合格率ってなんと 25% しか相関関係がない。つまり全国公開1回目で S 判定取った人の 25% しか、その年の7月の本試験で合格しないんです。ところがですねスーパーの最終回は、昨年よりも前であればコロナ以前であれば3回実施していましたから、3回で今年で延員については2回ということになるのですが、スーパー公開模試の最終回で S 判定取った人のうちその年の7月に合格する方は 40% なんです。でこれはもちろん毎年変動しますので、私が今申し上げているのは5年前のデータということになるんですが、これは、ね、有識事態というか非常に顕著にある事実を物語っていると思うんですね。つまり全国公開1回目で S 判定を取った人のうち 75% がその年受からない。ところがスーパーの公開模試の最終回で S 判定を取った人のうち 40% は合格し、もちろん 60% は受からないということではあるんですが、そのパーセンテージが増えているという事実となるとですね、やはり全国公開の1回目のところでいい成績を取れるという方は、ベテラン勢が多いんです。3回4回下手すら6回7回というようなですね、多数回の受験を重ねていらっしゃる方というのはやはり5月の段階からある程度完成していらっしゃる、そういった方たちが S 判定を取って、周囲を圧倒していく。ところがですねそういった方たちというのはほどなくしてピークを迎えてしまいます。つまり、実力のピークというのは、S 判定を取ってから、1ヶ月以内にやってくると思ってほしいんですね。 S 判定を取れるだけの実力が来てから、1ヶ月以内に本当に自分の中でのピークというのはやってくると。となると実はピークというのは維持する方が難しいんです。実力は維持する方が難しい。実力というのは実は維持することよりも伸ばすことの方が簡単なんですね。ですから例えば5月の、中旬全国公開の2回目の時期にピークを迎えてしまったとしましょう。そうしますとそこから1ヶ月は持ちますよ。1ヶ月は持つんですけれども、あとはもう、失速するしかないんです。となってくると5月の中旬から1ヶ月となると6月の中旬ですよね。で6月の中旬というのがちょうどスーパー公開の最終回あたりなんです。でそのスーパー公開の最終回のあたりになりますとあとはもう実力が落ちる一方、実力が落ちていく一方、ということになり、で本人がそれもちろん気づかないわけありません。ですから焦ってしまって、6月の中旬以降毎年同じようなご質問ご相談をいただきます。先生明日が試験だったら僕受かるのに、明日が試験だったら私絶対受かる自信がある、だけれどもあと3週間持たせる自信がない、そういった相談というのを毎年たくさん受けております。でそういった相談が出てきてしまうということはやはりピークというのを維持するのがどれだけ難しいかということのねやはり表れだと思うんですね。ですから今までこうすごく高いレベルを保ってた人がこう急激に落ちていく、落ちていくときに逆にこう底辺と言っちゃあれですが低いレベルをさまよってた人が逆にこう上がっていく。そうするとこのちょうど6月の中旬ぐらいのところでまさに下がっていってしまう人と上がっていく人の、逆転現象というのが起こっていく。それが毎年のことなんです。
昨年は9月実施ということで、ちょっとですね少しイレギュラーだったんですが、一昨年までの現状は毎年まさにそういう現状でした。ですから、スーパー公開模試の1回目2回目を境に、勢力範囲が逆転していってしまう。で、全国公開1回目で S 判定取った人が、全国公開の2回目は、まあ、S をキープできたとしても、スーパーの1回目になるとそれが A になり、スーパーの2回目になると B になり、でどんどん、判定が落ちることに本人は苛立ち、空回りをし焦ってしまって勉強が手につかなくなる、ね、本当白循環を迎えてしまう。そして、明日が試験だったらよかったのになんていう先の下りの発言をし出すようになるともう末期症状です。正直そういう発言をしてくださった過去の受験生にその年合格できた方というのは本当に少ないように記憶しています。ですから、今自分の中ではなんという成績なんだっていうふうにですね嘆いてらっしゃる方もう分かりません。今ぶっちぎりの成績取ってる人たちがそうやって失速する試験なんです。だったら今C 判定 D 判定で取ってらっしゃるような皆さん方にこれは逆転のチャンスがあるということです。ですからまずそこで、自分を勝手にですねもうおしまいだというふうな結論付けるようなことないようにですねぜひお願いしたいなと思います。さあいいですか、ここに書いてある初級生、特に初級生1回目の今年受験の方、または先ほど言いましたが回数的な2回目3回目でも本当に自分がもうこの試験にかけてやるというふうに熱意を持って臨んだのが実質1回目だという方にとってですねこの時期にいい成績が出ないのは当たり前なんです。当たり前、ね、で成績が悪いからといって今年の試験を回避しようと絶対に考えない。今年の試験を回避したら来年受かると思ったら大間違いですよ。バイバイゲームって知ってます？バイバイゲームって言ってもこの司法書士試験における、まあ、私が勝手に命名したあれなんですがバイバイゲームっていうのはその来年にしようと思ったら2の倍数で伸びていく。来年にしようと思ったら再来年ですよ、早くて。ですからもうとにかく焦点はずらさない。いいですか。そしてファイナル当連もちろん全国公開模試も含めます。全国公開模試で惨敗しているのは本当の自分ではない、ね、というふうに思いましょう。これは自分じゃない、ね、自分はこんなもんじゃない、こんなもんで終わるわけない、ね、そういうふうに思ってほしい。いいですか。現在の皆さんと7月4日の当日の皆さんは別人ぐらいに変わっている、ねとにかくもうその別人とやらを見てやろうじゃないかというつもりでもって臨んでいただきたいと思います。さあそれでは、具体的な話に参りましょう。具体的な話に参りましてまずですね2ページをご覧になっていただきたいんですが、まず時期別の学習のポイントとして、よければ検討していただきたいような講座も含めてご紹介をさせていただきます。まずはですねこちら今はちょうどこの時期ですよね。全国公開模擬試験ファイナルの1回目から4回目が終わって皆さんズタボロだと思います。いいんですよ、ズタボロで。ズタボロからも復活してください。いいですか。このあと5回目から8回目同じくズタボロの感じが拭えないと思います。で全国公開模試の2回目こちらでもって、判定が上がる方が、全体の半分、判定を上げられない方が全体の半分です。で上がるって言ってもそんな2段階特進とかそんなことは期待できませんので D だった人が C になる、 E だった人が D になるぐらいのことで、が半分の方に起こっていくはずです。で残りの半分の方は多分、判定は上がらないと思います。そんな世界なんです。そんな世界、ね、そこから行きましょう。そしてスーパー1回上げましょう、判定。そしてスーパー2回もう1回上げましょう。できればこのスーパー2回のところで C には行きたい、 C には行きたい、 C まで行ければ見えてくると思います。ただし1回目で C に行って2回目に D に行ってから一発合格したっていう過去の受講生もいらっしゃいますから、必ずその C にまで行ってなかったらもうアウトということを言うつもりはありません。ただ自分の中で1周ごとに1問ずつ点数を伸ばしていくイメージ、いいですか。あと本試験まで10週間以上あります。で本試験まで10週間以上ある中で1週間に1問ずつ上げていったら 10点上がるんですよ。すごくないですか。10週間あるんだったら本試験までの間の10週間に1週間に午前科目午後科目1問ずつ上げていけば 10点上がるんですよ。今20点、取れない人、例えば19点しか取れない人が、1週間に1問ずつ上げていったら29点ですよ。でこれ聞いてくださってる方の時期があと10週あるとは限らないので、じゃあ9週だったら、9点、8週だったら8点に置き換えてみてください。でもすごく見えてきませんか。
今20点でもあと8週間あったら28になるということが、これはあの全く非現実的なあの目標でも何でもないんです。だって1週間に1問あげればいいんですよ。1問解けるようになればいいんですよ。そしたらこれからの残された週間の数だけ、何週間という数だけ、皆さんの点数は確実に上がっていきます、上げられます。ですからあのそう考えていけばですね、その絶望的になって打ちひんがれてる場合じゃないんですよ。目の前のことにどんどん、取り組んでいきましょう。そしてこの時期ですから山当て講座などもうまく利用してみてください。私はマイナー科目の山当て講座、去年あの神がかり的に当たりまして、ちょっと正直ですね、私自身がちょっとプレッシャーに今押しつぶされそうなんですが、毎年あのマイナーの神様がたった1日だけ降りてくんですよ。でそのたった1日降りてくると、まるで神がかったかのようにですね、1日で100ページぐらいのレジュメを、作って、もうそれで本当に1日の予習で全て完成するというような講座なんですが、今日現在、今日ですね、今5月6日なんですね、撮ってるの、まだ降りてきてないんですよ。ですから皆さん方にですね、偉そうなことは言えないんですが、絶対降りてきてます。絶対降りてきて来てくれます。降りてきてくれましたら皆さん方にもう渾身の山当てをしていこうと思いますから、こういったものもぜひ頼ってもらいたいですし、そして根本さんがやります出題予想論点総まとめ、これはマイナーのみではなく、択一の全科目に関して予想論点を彼独自の、根本さんはデータに基づいて、私は神頼みですね、神頼みと野生の神頼みで、山当てをしていきますから、そういったものをうまく利用して、負担を減らしていってほしいですし、また記述についてどうにも心配だというのであれば、赤松講師がですね、記述の山当て講義を実施いたします。こういったものをうまく利用してですね、いくというのも直前期ならではの賢い勉強方法だと言えます。そして記述に関してなんですけれども、その赤松さんの山当てを利用するしないはともかくとして、記述についてはもうこの時期ですから、とにかく初見の問題を1週間に2問死守しましょう。もうゴールデンウィーク明けですから1週間に2問、こちらの数というのはぜひ守りたい。週末にファイナルないしは公開模試で新しい問題を嫌でも解いていきますので、その他週の中日に例えば記述の過去問ですとか、または、他者の模試ですとか、太郎と花子の事件簿ですとか、それからですね、自分がもし去年の問題で解いていないものを手持ちのものを持っていらっしゃるのであれば、とにかく初見の問題、今まで解いたことない問題を時間を計って解いてみるということを、週の中日に不等1問、小等1問はやってほしい。つまり不等1問、小等1問、を週末の当連公開模試とは別に解いてほしいというふうにアドバイスをさせていただきたいと思います。例えば日曜日に当連を受けるのであれば、水曜日に不等の新作問題1問、木曜日に小等の新作問題1問、各1時間の時間を割いて、答案を書き上げるというようなことをやってみる。こういった具合に新作問題を必ず週2問ずつ取り入れましょう。そしてそれ以外の日、先ほどの例であれば月曜日と火曜日、そして金曜日と土曜日のところでは、過去に解いたことのある問題を起案する。起案というのは聖書の直前までやるということです。で、過去に解いたことある問題を起案する、例えば月曜日に不動産登記法の過去に解いたことある問題を解き、そして火曜日に小等法の過去に解いたことある問題を解いてみる。でも聖書はしない。で、水木新作を挟みまして、金曜日のところでは過去に解いたことのある不動産登記法の記述をやはり同じように起案し、そして土曜日のところで過去に解いたことのある商業登記法の問題を起案するといった具合です。で、この起案についてはひな型のお勉強に当てていただいても構いません。こういった具合にですね、すでに解いたことある問題をやるという勉強と、新作の記述に時間を計って取り組んでみるという勉強をミックスした勉強を心がけていきましょう。さあ、それを踏まえまして、では次に3番のところをご覧になってみてください。ファイナル答練の復習方法です。これ全問題の復習をする必要はありません。間違えた問題、および復習必要と感じた足のみの復習をしていけばよい。で、中にはですね、星1、重要度星の1の問題というのもあります。そういった足についてはもう飛ばしちゃってください。もう重要度星1だったら無視、そして、レベルが三角のものを無視するというのも私はありだと思います。
そして、続いて、復習はなるだけ早いうちにやった方がいい。後でやってしまおうと思いますと、結局何が歯が立たなかったのかという感想が薄れてしまうんですね。ですから復習は受験したその日のうちにやっていきましょう。そして翌日にもう一回解く、または翌週にもう一回解くという必要はありません。とにかく一回しっかり復習をするということを心がけていただきたいと思います。では3ページにご覧になっていただきまして、はい、ファイナル答練を受験して、成績が芳しくなかった受験生のための、科目別学習法、これから、コメントする内容というのはかなり、ぶっちゃけている、ぶっちゃけているというか、かなりですね、乱暴なアドバイスを含んでいることをご了承いただきたいと思います。この科目別勉強法をその25点以上取ってらっしゃる方にはおすすめしません。公開模試、全国公開1回目で25点以上取ってらっしゃる方にはとても勧められない。大体おすすめの点数の方たちは10点台から20点前半まで、この方たちもうどうしたらいいんだ、だけれども今年の試験から焦点をずらしたくないと思ってらっしゃる、そういった方に向けたある意味究極のアドバイスです。ですから、皆さん方そこの害悪というものを必然的に痛みを伴うアドバイスだということはどうぞご了承いただいた上で、私もちょっとぶっちゃけて、アドバイスをさせていただきたいと思います。さあまず民法です。民法、アウトプットしながらインプットするという勉強方法へ転換をする。問題ごとにテキストに戻るということが非常に時間かかるというコメントをよくいただきます。だったらばもうテキストに戻らずに問題の解説でもってインプットをしていくと。でテキストに戻るのは問題からではどうしようもないほど抜けている箇所のみに限定すると。もうとにかく戻らなきゃいけないプレッシャーというものからご自分を解放してあげるというのが一つの、ここ時間短縮におけるアドバイスかなと思います。さあそして ② です。題材は過去問がおすすめとなります。題材についてはとにかく過去問を使っていくことをおすすめしたい。でその ④ のところ、極端な話5年分の過去問をしっかり解き完璧にすれば本試験で民法20問中15問は正解できる。これは昨年の一発合格者が教えてくれたことです。実は昨年ですね、5年分の合格ゾーンというものをレック試み的に発売したのをご存知である方もいらっしゃると思います。5年分過去問題集、合格ゾーンの5年分だけを、ピックアップした、人が殺せる厚さの、ちょっと物騒ですが人が殺せる厚さのあの合格ゾーンですよ。あれだけを、何回だったかな、7回回してやりましたっていう方、もちろん昨年はですね試験が延長されましたから直前期が長かったということもあって7回という数字になったと思うんですが、平時であれば7回というのはできなかったと思います。でも5年分の過去問をとにかく回したんだっていう一発合格の方、働きながらの方です、いらっしゃったんですね。そういうことを考えますと過去問の数を絞るということにもうこの際罪悪感持ってもしょうがないんじゃないですか。そういう現に実績が出てるんですから。で5年分過去問題集は今レックの方でも在庫がめちゃくちゃ少なくなっています。ですので、場合によっては売り切れをする、増刷の予定がないので売り切れをしてしまう可能性がありますので、そこは私の方からレックのオンラインストアなどでお買い求めくださいというのはちょっと控えたいんですが、アマゾンなどではまだ売っているんですね。ですからちょっとその5年分にも特化して、自分はもうこれだけでいくっていうですね、究極の選択をされるというのもありなのかなと思います。そして、その場合には必ず3回やりましょうね。だいたい10年分をやろうと言ってるところを半分の5年分にしてるんだったら3回は絶対守ってほしいと思います。さあそして推論対策は一切やる必要はありません。やらない、見ない、解かない、触れない、もうそれはもう推論に対してはもう、距離を思いっきり取ってください。そして債権分野よりも親族相続を中心にやりましょう。債権法改正が気になるでしょう。提携約款が出てしまった昨年のあのショック、ね、私もまだそのあのショックが癒えてませんけれども、提携約款等のですね、びっくり問題がまた出ると思いますよ。出ると思いますけど、そこに向けた勉強することができる点数では皆さんありません。だったらば、やればやるだけ点数につながる親族相続をやった方がいい。親族相続を中心にやりましょう。そして続いて ⑤、これもまたぶっちゃけてますが、非典型担保、仏上団員、占有、皆さんが苦手意識を持つとこですよね。もう勉強しないで逃げましょう。その代わり抵当権に時間を取る。抵当権、所有権、共有、そして177条の物件変動、
そして、時効などの相続、ここでしっかり取っていく、そのために、やるべきことをまず真っ先にやる、そういった方が皆さんにとっての費用対効果は絶対にいいはずです。ではちょっと10時間もかかりますからどんどんいきますと、会社法、次にいきますよ。会社法につきましては基本的に民法と同じく、過去問を絞るというのも大賛成です。そして、続いて丸に改正があった社債、監査等委員会設置会社、訴訟分野、特例有限、商法相続商行為を一切やらないという究極の選択もありだと思います。特に商法相続商行為は博打的要素が高い、もちろん山当てが当たればいいんですが、正直私の山当ても商法相続分野では最近全然当たってません。で、まさか去年匿名組合が出るなんて誰が予想できたんですかね、あれ当たったっていう講師がいたら本当にお目にかかりたいというふうに思います。で、そうであるならば費用対効果の悪いものには時間をかけず、とにかく丸三、期間と株式、これに時間を徹していく。そして何よりもお伝えしたいのが、その期間と株式をやるにあたってとにかく会社法は暗記です。実は会社法は暗記科目、マイナーと同じ匂いがするんです。で、主要科目と言っちゃうので、主要科目と呼ばれるのでマイナー科目と同じ匂いがするって言ってもピンとこないんですけど、実は私に言わせればマイナー科目と同じです。覚えていかなければスタートラインにもつけません。で、例えばですね、少数株主権、それから閲覧当社請求ができる、ね、それから、株式、株券提供広告をする場合、新株約券証券提供広告をする場合、ね、そして理由を説明する場合の横断整理、もうああいったもう横断整理系の図表が会社法にはたくさん出てくると思います。反対株主の株式買取請求もそうで、株式譲渡の対抗要件、ですとか、それから新株約権原簿だとか株主名簿などのですね、設置義務ですとか、もうああいった横断整理系の図表についてはもう覚えていかないと受験生としてのスタートラインにすら立てません。だから覚えたところから演習が意味を持ち、そして点につながっていく。だから覚えるということがいかに重要か、もうこれはね、もう歯食いしばって図表を全部修正テープで白くホワイトで消して、とにかくドリルみたいにして自分で空欄を作って、そこを、自分で答えを埋めるような勉強をしていきなさいというふうに皆さんに申し上げています。もう私もそうやりましたし、少数株主権 の100分の3とか10分の1とかっていうのは全部修正テープで、覚えたい図表のもう全部だから全部ですよ、覚えたい場所をホワイトで消すんじゃなくて修正テープで全部の図表を消していく、全部の図表の中の10分の1、100分の3、なんていう少数株主権の、要件を全部消して、それをコピーして、でコピーしてそれを毎朝、3枚ずつドリルとしてやっていく。今日は少数株主権と理由を説明する横断整理と反対株主の株式買取請求権の図表を全部修正テープで消したものを自分で書いていく。で、次の日は取締役会設置会社と取締役会非設置会社でどこの期間で決めるか、例えば株式分割だと取締役会設置会社では取締役会設置会社だけれども、非設置会社だと、株主総会の普通受付なのか、それとも取締役の過半数一致なのか、それとも定款の定めがあれば、別欄の定めがあれば取締役会非設置会社の場合に取締役の過半数一致以外の場所で決められるのかとかいうようなね、また債権者保護手続きするのかしないのか、それからあとはあれですよ、期間のところですよね、期間制限のところなどをとにかくホワイトで消した図表を毎朝、寝る前でもいい、もう決められた時間に決められた枚数、そのドリルをただ解いていくという作業を日常の勉強の中にもう盛り込んでいく、ね、そういったことをしてとにかく暗記してください。もう暗記で乗り切れます。もうここまで来たらもう暗記です。力技でもう暗記をしていきましょう。さあ、そして、条文にはもうこの際こだわりません。確かに、体験談見てると条文を素読して、合格しましたって書いてる人いますし、私もそれを、時が許すんだったらお勧めしたい。だけれども今この点数を取ってらっしゃる皆さん方にその、アドバイスは酷です。合いません。ですから条文、もちろん引きたい条文を我慢する必要はもちろんないんですけれども、条文学習というものからは離れましょう。そして、続いてですね、令和元年の会社法改正に時間をかける必要はないとか、かける暇はない。私が令和元年の会社法についての、ツイッターで、もし新作改正点が出るとしたらこんな問題になるよっていうようなツイートをしている身分からこんなこと言うのも何なんですけれども、
あなたたちはそこですかっていうですね、シビアな問題というのは現に歴然として皆さんの前には立ちふさがっていると思うんですね。去年の債権法改正、保証人の情報提供義務と提携約款、確かに債権法改正バーンと2問出ました。だけれども合格者の中にあの債権法改正って2問中2問落としてしまった数どれだけいると思います？正式に私も調査したわけではないですが、自分に報告してくださった方たちの、イメージとしては3分の1が合格者の3分の1ですよ、2問中2問落としてます。ですからそこじゃなかったんだよねっていうのは今だからこそ言えます。あの時試験後私相当叩かれたんで、お前提携約款出ねえって言ったじゃないかって、ね、ふざけんな運動とかいうようなあのコメントをいただいたので、たくさん私もちょっとさすがにあの、心臓に毛が生えてる運動先生もちょっとさすがにあの、なえまして、あ提携約款、悪かったなという、でも、今にして思えばそこじゃなかったんだろうっていうふうなことをですね、体験談に書いてくださってる方もいらっしゃいますし、そしてあの現に合格してもう、去年の合格者はもう続々と登録してますから、登録しましたって言って名刺持って私のところに何十人の方が、もう挨拶に来てくださったか、もう優に70人は超えてます。70人以上の方が、登録しましたというね、合格後の報告ではなく登録の報告に来てくださってる。でそういったことを受けて、その中で提携約款にはやられましたよ、でも先生のことは恨んでないって言っていただいたのが非常に嬉しかったなと思いますし、それは多分今年の令和元年会社法改正の問題についても起こることだと思います。ですから株式交付、新しい制度出ましたよね、株式交付、戦々恐々ビビりまくってる方多いと思います。でもそれをやるんだったら株式交換やりましょう。株式交換、そして株式交換すらおぼつかないんだったらとにかく吸収合併やりましょう。そうやって、どん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 自分にとって今何が一番必要かっていうことを見定める勉強というのをこの残り少ない期間にやってほしいと思います。さあそして、次4ページのところを見ていきますと、刑法です。刑法は過去問から、インプットをするということは共通でも、過去問はさすがに10年分というわけにはいきません、最低でも10年分じゃない、5年分というわけにはいきません。最低でも10年分はやっていこう。で刑法の例えば平成12年の問題などのような推論問題は一切やる必要はありません。また国家的法益、文書偽造罪、放火、詐欺、名誉毀損罪は近年出ておりますから一切やらない。特に偽造やらなくていい、放火やらなくていい、詐欺やらなくていいというのは結構負担が軽くなると思います。そして財産罪以外の詐欺罪以外の財産罪を中心にやっていきましょう。特に窃盗は危ないですね。窃盗強盗あたりはしっかりやっておいていただきたいと思います。でこれはですね、直前択一過去問絞り込み講座を取っていらっしゃってもうアップアップになっている、ね、という方においても当てはまりますよ。直前択一過去問絞り込み講座はとにかく論点落ちをなくすために網羅的かつ全般的に問題を収集しているという点に特徴があるからこそ安心感があるんですけども、ただ今これを聞いてくださっている方の現状であれば、今言ったような文書偽造、放火、詐欺、名誉毀損、名誉毀損はもともと取ってあるんですが、こういった問題を入れる必要、入れるとかもそこを収録されている問題からカットしちゃっていいと思います。さあそして憲法刑法どちらが得意かを考えて、刑法が得意なら、刑法が不得意なら総論はこの際やらないとかいう究極の選択、つまり各論で2問来る可能性が高いので、とにかくその各論2問を取っていこうという勉強にする。でもっと言っちゃうと、刑法憲法6問のうち合格レベルは4問なんです。でその4問は刑法2問、憲法2問で4問取ってもいいし、刑法1問、憲法3問でも、反対に憲法1問、刑法3問でもいい。とにかく4という数字を合わせればいいんです。だったらば自分がどちらが得意なんだろう、この際得意を伸ばす勉強をしてください。11科目の司法書士の試験勉強は不得意を潰す勉強が必要だ。いわゆる得意を伸ばす勉強ではなく、不得意をなくす勉強が合格への近道だと言われます。それは間違いではない、間違いではないんですけど、県警に関してはむしろ得意を伸ばす勉強の方が受かりやすいということになります。さあそれでは続いてですね、その下憲法に行きましょう。憲法もですから先ほどの話は共通です。
で、アウトプットの題材は過去問だけ、というのは正直無理です。と言いますのも、推論問題はもう、多分同じ形では出ないとなると、推論問題をやらなくなりますと択一問題、平成15年以降の出題ですから、問題数が非常に少なくなってしまう。よって、直前択一過去問絞り込み講座の受講中の方はその問題を、そうでない方は択一到達度チェックテストやファイナル討論の問題などで30問程度を、推論以外の問題で30問程度を題材にしていきたいですね。そして、憲法については推論の復活は、確かにあり得る話です。ですが、憲法が得意だというふうに考える方は推論対策をしてほしい。ですが、憲法が得意ではない方が推論対策に時間をかくのは馬鹿らしいです。だったらやらない。で、得意だから推論やろうという方に関しても、ファイナル討論公開模試で出てきた推論のストックを作っていただいて、ファイナル討論公開模試で出てきた推論問題を解くたびごとにストックしてみてください。で、ストックしたものを、本試験の超直前期1週間前あたりのところで一度、そのストックした推論問題を解いてみる。で、推論問題というのは、ほぼ予備校が作った問題と同じ形で出題されます。ですから、予備校が作った推論問題が、答えさえ出れば、その同じ論点、例えば教育権の所在だとか、それから検閲についての、考え方の違いですとか、国民投票、最高裁判所裁判官の国民投票の法的性格ですとか、まだ未出題の推論分野の論点さえ合っていれば、ほぼ予備校が作った推論問題と本試験の問題って被る可能性が高いです。ですから、レックが出しているファイナル討論や公開模試というのは、なるべく過去に出題されていない推論問題を題材にしています。で、その推論の問題というのは過去に出ていないものから出てくる可能性が高い。一昨年の独立行政委員会がいい例です。ですから、そうなるとですね、ズバリ的中も夢ではないんですね。だから、ファイナル討論公開模試、もちろんそれは他社の模試も含めて、で、出てきた論点を、解くたびごとにピックアップして、自分で推論問題集のようなものを作って、それを、本試験までの間に1回ないしは2回解いて、これと同じ形で問題が出たときに少なくとも答えだけは出るという状態にしておく。だから、もう理由付けとか、その説明できるかとかいう次元じゃなくて、もうこの問題はこれが答えっていうですね、次元に、まで次元にというか、そういう答えだけ出る程度にしておけば、それと限りなく同じ問題が出る可能性が高いんです。ですから、そうやって乗り切ってほしいなと思います。ただ、今の話はあれですよ、憲法が得意というふうに考えた方へのアドバイスですから、ご注意ください。さあ、そして判例知識、単純暗記分野、特に統治分野、こちら単純暗記はもう、衆院の優越ですとか、内閣総理大臣の指名までですとか、それから秘密会の要件ですとか、そういったものはしっかりと暗記をしてください。そして、昨年出ました外国人の人権はもうやる必要ありません。また、極端な話、憲法については自分でアウトプットをやらず、毎回のファイナル討論および公開模試で出てきた問題だけをひたすらやる。つまり、その過去問題集と自分で集めたこの30問程度の題材をぐるぐる回す、この丸一を放棄して丸五というのも最悪ありだよ、ということにアドバイスとしてさせていただきたいと思います。では午後科目いきましょう。不等法です。アウトプットしながらインプットするという勉強方法は民法と同様です。さあ、題材はやはり過去問の問題がおすすめとなります。で、昨年の問題はやらないとなってるんですが、平成31年だ。平成31年ね、めっちゃ難しかったんですよ。平成31年めちゃくちゃ難しかったので、平成31年の問題はやらなくてもいいのかなというふうに思っております。平成31年、一昨年の問題ですね。では5ページ見ていただきまして、極端な話、5年分の過去問をしっかり解き完璧にすれば、本試験で不等法16問中13問は正解できる。先ほどの5年分合格ゾーン、視野に入れてみてください。さあ、そして登記簿問題、読み取り問題や登録免許税の計算問題はこの際諦める。もう、森山さんなんかも言ってます。登記簿読み取り問題で10分かかるんだったら、ね、5分で答えられる問題2問解いた方がいい。登録免許税の計算問題、特に共有物分割についての1000分の4と1000分の20の問題なんてのはもうやらなくていいですよ。あれが分かったから、ね、それにかかった時間20分、私もあれ8分ぐらいかかってます、計算に。で、そんな時間をかけてまで解いて
だったらその時間で2問3問の正解に導けたはずなんです。ですので、登録免許税の計算問題はこの際諦める。で、過去問を解く際にも、ね、カットしちゃっていいと思います。そして総論よりも各論分野の方が、費用対効果はいい。でもし総論をやるんだったらまず添付書類を確実にしましょう。そして、この際究極のアドバイス、敷地権付き区分建物、工場財団、破産登記、信託は勉強しないという選択をすることもありですよと、ね、勉強しないという選択をすることもこの際ありだと、ね、いうことになります。さあ、そして記述対策については先ほどお話をしたんですけれども、5月中旬ちょうどゴールデンウィーク明けの5月中旬以降は1週間に2問、やっていきたいですね。それまでは1週間に1問で、よろしいかと思います。で、これ聞いてくださったのは多分5月中旬なんで、もう1週間に、2問、中旬以降は、1ウィークに2問やっていきたいということにはなっていきます。そして、丸には先ほど言いました、すでに解いたことある問題を繰り返す。そして記述は時間が余ったらやろうという、その時間が余ったらっていう、その余る時間はやってきません。経験値上皆様も分かりだと思う。今日卓一のノルマが終わって時間余ったらやろうっていう、その余る時間っていうのは残念ながらやってこないんですよね。ですからもう記述は、例えばお昼食べたらすぐ記述をやる、朝一記述をやるなどというふうに、もう記述を、どっか時間余ったらやるんじゃなくて、やる時間帯を取り込んでしまうということが重要だと思います。さあ、そして、皆さんの疑問の中で、ご質問の中でよくいただくのが、全く時間内に終わらない、全然終わらないんですけど、終わらないんですよ。この時期にね、1回で受かる方、または1回目ということでなくても、先ほどから何度も言っている通り、今年が本試験本腰入れてやる1回目の方たちにとって、この時期に記述問題が時間内に終わるわけがないんですよ。記述問題が時間内に終わるわけがありません。もうそういう次元はまだまだ先なんですよ。で、よく言うのが、3000ピースだろうが5000ピースだろうが、ジグソーパズルって最初の1ピースって全然埋まらないですよね。埋まらないというか見つけられないですよね。最初はもう周囲を固めて、そして徐々に中心へピースを重ねていく。で、最初は父として絵が出てきて、絵柄が完成しないじゃないですか。それがそう、1ピースと重ねていくことに、だんだんとスピードがアップして、そして残りのピースが10ピース20ピースって数が限られてくればくるほどですね、スピードアップしていきますよね。で、最後の1ピースってめちゃくちゃ早いですよね。っていうか、もう考えるまでもなく埋まるじゃないですか。で、実は記述の完成においてスピードっていうのはジグソーパズルの最後の1ピースなんです。だから全ての枠が、全ての枠というか全てのピースが埋まって、本当に最後の1ピースとしてスピードっていうのが達成できる。そこまではスピードが上がらないのは当たり前なんですね。じゃあ他のピースっていうのは具体的に何かというと、よく言うのが雛形ですね。そして卓一知識です。そしてそこに場数が加わって、1週間に2問以上というような数の新作問題の場数を踏むということが加わって、そして最後の最後、それも本当に本試験ギリギリですよ。本試験の下手すら当日ってこともあります。そこで、最後の1ピースである、いわゆるスピードというのが、加わって収まっていくと。ですから今この時期にですね、スピードが速くならないのは、いわば必然なんです。そこをくよくよ悔やんでも仕方がありませんから、待っとけよ、今にスピードを絶対にアップしてやる、ね、というようなつもりで、もうとにかく目の前の課題、まずは雛形を完全に覚え、そして、卓一知識をつけて、そこに場数が加わって、ね、ということをですね、まずは達成をしていくよう注意というか、まあ、そこを心がけていただきたいなと思います。さあ、そして、続きまして、名変、とにかく枠ずれが怖いですから、名変の対策をしたいと思ってらっしゃる方がいると思うんですが、名変は実は卓越知識で乗り切れます。ですから今一度ブレイクスルーですとか、その他テキストの名変のところの卓越知識をしっかり読み込んでください。読み込めば、それはそのまま記述の名変を見抜くヒントになっていきますし、そこにはまらないための自己防衛につながります。ぜひね、名変のテキストを読み込んでいきましょう。では小答法です。不等法と基本的には同じです。で、やらなくていいところを指示しますと、とにかく株式と持ち分をしっかり学習していこう。で、株式の中でも監査等委員会設置会社や公正抹消はもうこの際もう無視。
持ち分の中でも計算解散清算はもうやらない。そして一般財団特例有限外国会社個人承認の登記総論はもうこの際ごめんなさい、ね、もう、君たちで取れない分、敵は打つからと、敵は株式会社で打つからということで、これをやらずに株式会社に注力するという方法論も痛みを伴いますがもうありだと思います。そして、改正がありました印鑑の届け出、そして印鑑証明書はもう改正がどこに影響するのかって考えるだけでも大変ですからもう無視する、ね、やらない。そして商途法に関しては令和3年1月29日に通達が出ております。印鑑証明書のですね、印鑑証明書についてのものと印鑑届出が任意化されたことに関する通達なんですが、そんな1月29日の通達を勉強するほど皆さん暇ですか？もう出ないと割り切って、出たとしても合否には影響ないはずです。だからもうこれは無視しちゃいましょう。だから1月29日の通達について私がツイートしてても気にしない、ね、ちょっと私のツイートと皆さんへのアドバイスがこの点に関してはずれますが、もう情報っていうのは、受け取る方が選ばなきゃいけないんです。これだけ情報過多の社会に皆さん生きてらっしゃるんですから、その情報は賢く選びましょう。私もね、そういった点についての注意喚起はしていこうと思いますが、ね、ツイッターで発信しておいてこんなこと言うのもあれなんですが、正直ですね、私からのツイートであっても皆さん賢く情報を選択してほしいと思います。さあ、記述対策です。記述対策、組織移再編の登記、吸収合併と株式移転だけをやる、ね、そして設立解散以降は記述出ないと、もう踏んでしまう。役員変更にも注力、そして監査等委員会設置会社や指名会等設置会社はやらない、こういう選択ありだと思いますよ。じゃあ続いて民事訴訟法です。過去問からインプットというのは共通でも5年分では少ない、10年分をやりましょう。そして一部請求や弁論主義、規範力のあたりの難解な判例知識、こういったものはもうこの際そこじゃないと、もうどんどん飛ばしていってしまってよろしいと思います。そして控訴、上告、支払い督促、再審、ここら辺は無視。そして送達管轄、特に最近、送達が昨年出ていますからこれは一切やらない。で丸5、民事訴訟法が仮に今年難しい年になってしまったとしても5問中3問取れれば合格レベルなんだから、でその3問は絶対過去問の組み合わせで出てきます。だから過去問をしっかりやっていけば取れるというふうに、これはもう間違いなくアドバイスしたいと思います。続いて民事執行法です。民事執行法、過去問からインプットは共通でも過去問は最低でも平成以降分をやりましょう。ただし間接強制の問題は今年はないと思いますので、やらなくていい。債務名義執行分飛ばしましょう、飛ばしましょう、ね、もう出ない。とにかく不動産強制競売を中心にやりましょう。もう極端な話これだけでいいんじゃないですか。もう不動産強制競売だけ、もうこれだけなんとかやるっていうのだけでも、ね、形にはなってくると思います。請求異議の訴え、第三者異議の訴えをやるんだったら執行広告執行異議の年です。はい、7ページ、強制管理、動産執行、債権執行はやらないという選択はありだと思います。ちょっと債権執行改正がありましたのでちょっと怖いっちゃ怖いんですけど、まあ、債権執行を のところ供託法に関わる分野だけにするとかね、供託法に関わる分野、執行供託に関わる分野はやったとしてもそれ以上の債権執行、特に令和元年の改正点など、こちらについては、債権執行改正点ありますからね、そこはもう放置というのも選択としてありだと思います。はい、民事保全法、過去問からインプットは共通でも過去問は最低でも平成以降分やりましょう。ただし平成19年および13年24年の問題は、よろしいかと思います。とにかく仮差し押さえの発令が肝ですから、ここを中心にやっていきましょう。で丸二ができたのであれば、保全取り消し、保全異議、こちらを中心に。で占有移転禁止の仮処分は昨年出ましたのでもう出ない。でもし民事保全法が負担であれば、極端な話、自分でアウトプットの題材を使わずに、だから丸一をやらずに毎回のファイナル答弁及び公開模試が全て、予想論点というような、ね、位置づけでもありますから、それをひたすらやる、ね、とにかく出てきた今年の試験対策としてのファイナル答弁公開模試が解けるようにして、それでも臨むというやり方もありかと思います。供託法です。
過去問からインプットは共通でも過去問は採点でも10年分やっていきましょう。で、教託法というのは実は過去問かぶり率がダントツナンバーワンなんですね。ナンバーツーは不等法、ナンバースリーは小等法なんですが、過去問から繰り返し出される率がダントツナンバーワンですから、過去問の費用対効果が非常に良い科目ということが言えます。丸に教託申請、教託払い渡し手続き、とにかく添付書類を覚えないとどうしようもないですから、添付書類と提示書類をしっかり暗記しましょう。そして、もう手が回らないというのであれば、仮差し押さえ解放金、仮処分解放金、供託申請、保証供託やらない。だから供託申請と払い渡しは互い違いに来ます。今年は払い渡しです。だから去年申請だったので、申請につきましては無視をして、もう払い渡しに、徹する、ね、というのも正直時間がなければありかなというふうに思っております。そして保証供託は昨年出ましたから無視しちゃっていいでしょう。じゃあ続きまして司法書士法です。過去問平成15年以降分を全部やっていきましょう。で、こちら平成15年の司法書士法改正以降、司法書士法人業務を行えない場合、この3つが3大トップですから、これをひたすら暗記する。で、特に一人法人、が認められるようになったというようなことなんかはご注意ください。12年までの先祖返り問題、これは公開模試の特典として12年までの先祖返り問題の問題集というのを皆さんにお渡しされていると思うんですが、昨年が先祖返り問題だったんですよね。結核自由だから。なので、そうなると先祖返り問題の模試の特典でもらった問題集、あれはもう正直パスしても15年以降のところだけで勝負するというのはありだと思います。で、またこの司法書士法に関しては、極端な話、自分でアウトプットをやらず、毎回のファイナル討論及び公開模試で出てきた問題だけを、これが同じ形で出たら自分は絶対に解けるようにしようというふうに、もう矛先を変えてしまう。もうとにかく公開模試とファイナル討論で出たもの、それ他社の模試も含めてですよ、そこで出たものだけを完璧にするように努めるということでもいいのかなと思います。では今一通りお話をさせていただきました。かなり極端なアドバイスも含まれていたと思います。ですけれども、これを聞いてくださっている方にはこれぐらいの荒療治っていうのもね、あっていいと思うんです。で、全部が全部皆さんに採用しろと言ってるんじゃありません。使えそうなところ、そして、その免罪符としてですね、利用していただく。もちろん私がやらなくていいって言ったところは今年出てしまう可能性はありますよ。あります。で、そこに対する責任をお前取れって言われても、私は正直その責任は皆さんに代わって追って差し上げることはできません。ですけれども、無責任なアドバイスをしているつもりはありません。皆さん方の点数に応じたアドバイス、そしてギリギリのところだとこういったアドバイスになる。ですから、その全部を採用するんじゃなくて、ここの、点悩んでたんだ、じゃあ私が言うんだったら、じゃあここはカットして他に注力しようという、一つ皆さんの背中をいい意味で押して差し上げるアドバイスになればと期待をしております。とにかく7月4日にならなければ何も分かりません。絶望したり悲観したり、諦めたり、まだまだ早いんですよ。まず走り抜けましょう。それ7月4日を迎えて、そしてその後甘んじて皆さんの感想をどうぞ私にぶつけてください。それを私は受け止めます。ですから今ですね、試験前に敵前逃亡することだけはないように、本当に私はもう皆さん方最後までアドバイスをしていこうと思います。それでは今後のイベントとしましては、本試験出陣式、ここで最後の山当てをしていきます。ぜひですね、こちらについてはお忘れなくご視聴いただければと。当日人数制限をした上で生実施もいたしますが、多くの方はウェブで聞いてくださるんじゃないかと思います。ウェブ等でぜひこちらはお忘れなくお聞きいただきたいと思います。それでは、私のお話、今年今日は全然解けないと気づいた人こそ勝機あり、運の講師の駆け込み寺の講義を以上で終了させていただきたいと思います。皆さんご清聴どうもありがとうございました。